主題たちよ、今日私たちの主イエスクリストは私たちを戒めます。悪くはないんですよ。逆に彼に、叱られると戒められると私たちの心を照らして私たちを癒すことができます。全ての人の一番根本的な問題、ファリサイ派の人々とヘロデのパンダーネです。心の中にはこのパンダーネがあるから何もわからない、悟らないのか、まだまだ分かってないのか。ないんです、主よ、ないんです、まだ分かってないよ。ファリサイ派の人々とヘロデのパンダーネは何ですか？偽善です。自分が正しいであると、自分が神であると、それは同じことです。自分を偶像にすること、自分が自分のために偶像であるということ、自分のエゴ、自分自身が間違わない、自分の考えは相手よりも大切、相手よりも正しい、間違っているのはいつも相手。誰でもあなたと私に何も言うことはできない。一つのこと言われたら、ちょっとだけ戒められたらすぐ怒る、すぐ自分を守ろうとする。ヘロデはそうだった。洗礼者ヨハネの前で、いや、私がそのままする。ヘロデは偽善、ヘロデは恐れていた。洗礼者ヨハネの言葉に対して恐れていたけど、肉欲に縛られて欲望に支配されたので、愚かな約束をサロメにしましたでしょ。そしてその約束を破らないように、それ偽善ね、自分の顔を、自分の名誉を失わないために、いくら悪を行っていてもまっすぐ行った。改心することはできなかった、変えることはできなかった。改心する弟子は、変えるっていうのはやっぱり改心のことです。彼がもうその道に入って、心の深いのところでは真理が洗礼者ヨハネを通して彼に伝われたということを分かっていても、自分自身が真理よりも大切、これは悪魔の技で、イエス・キリストはわざとパンのこととかパンを増やした奇跡を弟子たちに思い出させた。12カゴが余ったと7カゴが余ったと、余ったカゴはイスラエルのこと、7つの余ったカゴは異邦人への選挙という意味です。弟子たちの前に神ご自身がいた。彼らがまだ悟らなかった、まだ分かってなかった、自分のことしか考えられなかった、自分が忘れた、自分が間違った、自分、彼が神の言葉である、彼によって救われる、彼だけ彼らに満ち溢れている命を与えることはできるということをまだ分からなかった。まだ自分が何かしなければならない、まだ自分自分自分だから、どんな面で見てもいつも人間が中心。これが偽善なこと。偽善者はそうです。自分がこの世の中心、自分がこの世の神、でも神ではないから、いつも偽善的な姿を表さなければならない。自分を守らなければならない、自分の立場を守らなければならない。ヘロデ、ファリサイ派の人々、弟子たち、同じ同じ、あなたと私、家族では、教会では、共同体では、どこにも、いつも自分を守ろうとする。ちょっとだけ誰かに何か言われたらすぐ怒る、すぐ自分を守ろうとする。自然に、兄弟たちを自然に言われた時には、そうかな、間違っているね、ごめんね、本当に気づかなかった、わからなかった、わからなかった、このわからなかった、この分かっていないということは私たちの救い、信仰の一番目の告白の言葉です。事実を認めること。私はわからない、私は何も分かっていません、奥さんのこと分かっていません、奥さんが私を叱った時には、無正しい、私が間違ってないよ、私が彼女に悪いことをしてないのに、彼女が何続けて、いや、彼女がもうその性格がもうひどいんですから、続けて続けて、いや、もう当然でしょう、怒るのが。
当然でしょう、忍耐を失うのは。当然。もちろん。古い人間に当然。でも、怒った時には、忍耐を失った時には、一つのことを分かる必要がある。あなたが、奥さんをそのまま愛することができない。神ではないから、あなたが奥さんのことを知らないんです。知らないから、奥さんはその性格ひどいあなたも、けど奥さんはどんな状態にいるということ、あなたが分からない。あなたの心がそちらまで、分からない。ですから、兄弟たちを、私たちは一人一人、まだまだ分かってないということを認め、認め。自分があんまり子供たちのこと、相手のこと、そして自分のことをまだ分かってないということを認めることによって、偽善の姿を脱ぎ捨てます。そして改心することができます。そして、キリストが私たちの全てを増やすことができます。私たちの惨めさを取って、人々のため、相手のために増やして、食べ物を通して与えることができると信じるようになる。もし私たちは自分の虚しさ、自分の惨めさ、自分の愚かさと言いましょうか、自分が本当にまだ分かってないということを認めたら、惨めさ、虚しさをクリストの手に渡されたら、クリストが何でもできる。クリストはできないのは私たちの、偽善にぶつかったとき。パリサイ派の人々はそうだった。ヘロデは洗礼者ヨハンネに対して同じことだった。ヘロデは、はい、罪人です。関数の罪を犯しています。ダビデもそう言った。認めた。ですから許されて。素晴らしい。でしょ、ダビデの歴史は。問題は罪ではないわけないけど、やっぱり私たちが罪人ですから。ねえ。そして罪が私たちを殺す。で、私たちが罪によって悩んでいます。罪によって死んでいる。何もできないということを分かったら、その罪をダビデと同じように、聖ペテロと同じように、クリストに渡して、そしてその罪、その惨めさ、その虚しさが永遠の命に変えられます。救いの印となる。この対話は全て船の中に、兄弟隊の中で、私たちがこれが照らされます。イエス・クリストに叱られて、改心することができます。クリストに今しめられる。おめでとう。兄弟を通して、御言葉を通して、司祭を通して、カテキスタを通して、伝令を通して、クリストが私たちを今しめたら、何よりもよかった。私たちが謙遜なものとなる。謙遜は改心の第一歩です。謙遜なしに改心することはできない。イエス・クリストと一緒に船に乗って、謙遜の道を歩みましょう。傷んでも古い人間は死ぬだろう。